で最後6個目ですね、調理の知識、これ、初歩的なところがあります。世界中 ですね、料理に使われて親しまれているということで、まあそうですよね、はい。で2つ目、臭み消しや肉を柔らかくする効果がある。ちょっと聞いたことがありますよね、まあ、マリネ液のマリナードとかに加えたりとかですね、まだ芯使ったりとか、あと、まあ、どこまでちょっと YouTube ですね、言っていいのか僕分かんないので、あえて某有名ホテルと言いますけど、某有名ホテルのですね、シャリアピンステーキが有名なでですね、柔らかくするという麺ですね。で、あと、3番目、玉ねぎの種はですね、スパイスに、使われますよということで、今後ハーブとかですね、スパイスにちょっと話していければなと思っているので、その時に紹介できれば、いいなと思っています。で、4、5、6とちょっとまとめていきます。秋から冬に収穫されるですね、秋冬玉ねぎですね。ここはじっくり加熱すると甘みが出ると、ちょっと聞いたことがありますね。で、新玉ねぎはこれ逆にですね、先ほど言ったみたいにやっぱあまり加熱しない方がいいです。じっくり、加熱したりとか、煮込んだりとかするとですね、水分が多いので、糖度がですね、ぼやけてしまいますので、あと5番目、茶色くなるまで加熱すると甘み、旨味が加わって濃厚なコクになるという、聞いたことあると思いますけども、オニオングラタンスープとかも飴色に炒めるというようなところですね。まあ、糖分がですね、メイラード反応とかアミノカルボニル反応っていう反応を起こしてですね、なる現象なんですけど、これも、これについてもかなり、面白い話があるので話したいんですけど、ちょっと長くなるんでですね、補足動画とかで今後、出せればなと思っております。はい。で、白色加熱 と、褐色加熱、これ両方にメリットがありますよというところで、この白色加熱と褐色加熱っていう言い回しですね、これあんまり僕以外使ってる人、見たことなくてですね、褐色加熱はいると思うんですけど、白色加熱って何でしょうっていうところで、まあこれにつながってくるんですけども、白色加熱というのは、まあ読んで字のごとくですね、色づかないものですね。例えば蒸したり、蒸し煮エチュベリにしたりとか、家庭で言ったら電子レンジですね、マイクラフに振って、温めて、加熱する方法ですね。で、これ面白いのがですね、この上ですね、5番目、茶色くなるまで加熱すると甘くなるって書いてあるんですけど、最近の研究でですね、茶色くするよりも、そのレンジとかですね、マイクロ波で、さっと火を通した方が白いままの方が甘いんじゃないかという研究がありまして、実はその通りなんですね、白い方が甘いです。甘みは感じます。でも、これにあるようにですね、メリットが両方ともあるんですね。褐色加熱の方はですね、旨味も加わります。香りも加わります。深みもコクもあります。この炒めるのかなり、やったことある方大変だったと思います。でもですね、ちゃんとメリットもあるので、それメリットに応じてですね、用途に応じて加熱を変えてみるっていうのも面白いと思います。で、7番目ですね、アリシンとビタミン B1 であります。ビタミン B1 はちょっと聞いたことあるかなと思うんですけれども、まあ、疲労回復効果とかが結構強くて、有名だと思います。肉とか魚とか豆類とか、豊富に含まれているものがあります。で、これも、ですね、吸収ですね、を助けるのが、アリシンという成分で、このアリシンという成分がですね、玉ねぎは、非常に豊富です。ですので、まあ、これ効率いい、食べ方とか、調理方法というのは2つ目か3つ目かの動画で出したいと思っているので、楽しみにしてください。で、最後ですね、糖質通りは水溶性って書いてあるんですけども、例えばだからそのですね、新玉ねぎとかこういう甘い品種ですね、じっくり煮込んだところでちょっとぼやけてしまう部分があったりとか、味じゃなくて栄養っていう面だったら煮込んでもいいんですけども、こういう特に紫玉ねぎとかですね、はい、この話もですね、動画の最後の、品種紹介で、話しますので、ちょっと見てみてください。ですので、その時にちょっとまた話すんですけども、この赤玉ねぎとかですね、まあ、玉ねぎ全体は水溶性のビタミンとか栄養が豊富で、こういう色ついているものはですね、フィトケミカルといってですね、色素栄養というのがあります。で、アントシアニンとかですね、水溶性のものが多いものですので、糖分と一緒にですね、水と一緒に流れてしまうんですね、流水をしすぎると、良くないですね。サッとするならいいんですけども、栄養がゼロになって食物繊維 100% になるってそこまではいかないと思うんですけれども、まあでも用途に応じてですね、調理方法とか食べ方っていうのを変えると面白いと思います。ということで。